なめろうの天ぷら。はい、こちら、ハラミステーキ380円。まずこのネギが乗ってるのが、うまいわ。どうも、のどこです。今回、阿佐ヶ谷に来ました。今回紹介するお店が、こちら。阿佐ヶ谷の焼き豚といえば、と言った時に、結構な人がおすすめするという、ここが、焼き豚みずきです。ここめちゃくちゃ美味しいんやって。俺、今回来たことないんやけど。で、あと、焼き豚も美味しいんやけど、売り切れごめんの可能性もあるけども、380円で食べれるハラミステーキもあるらしくって、それが写真見た感じと結構な量があるのよ。マジでみたいな。で、まあ、いろんな人曰く、まあ、すごい安いのに、めちゃくちゃ美味しいと。っていうので、マジで絶賛されてて、ここ。なんで、今日はちょっとここ、紹介したいなと思って来たんで、今日はここを紹介していきます。早速、行ってきます。はい、という来ましたよ。なんかありがたいことに、お店の人知ってくれてた。こういう時ほんと撮影しやすいんですよね。っていうのがね、まあ通されたけども、まあ、結構広々として店内なんやけど、これ、その名物の、まあ多分、どのレビュアーさんもまずこれあげてるだろうっていうと、これ、このハラミステーキ、ハラミなんやけど、お値段が380円って感じです。で他にも、メニューいろいろあって、まあ、焼き豚のお店やからさ、まあ、焼き系か、こんな感じになってます。で、まあ、焼き豚あったりだとか、あとまあ焼き鳥とか、他にも串とか、あとは煮込みとか揚げ物とか、結構いろんなラインナップがありますって感じです。で、まあ、ドリンクは、おおむね揃ってて、ビールだったり、ハイボールだったり、まあ、この辺も日本酒だったりとか、まあ、全般揃えてます。で、あと、まあ、日本酒、これ別になるんやけども、まあ、こういうふうに日本酒のおすすめメニューもあったりだとか、まあ、これは本日のおすすめやから、もしかしたら次食べないかもしれんけども、こういうメニューもありますって感じです。まあ、とりあえずな、まあ、焼き豚と、まあ、そのハラミがめちゃくちゃ騒がれてたからさ、まあ、とりあえずそれ頼みつつ、お酒頼んでちょっと晩酌していこうと思います。いや、ここさ、さっきちょっとさらっと流しちゃったけど、焼き豚全部120円だし、こんだけ一律になってるといいよね。まあとりあえずいろいろ注文したんですけど、お酒来たんで乾杯させてください。生ビールでしょう。です。なんかね、振り切れごめんやったけど、花見ステーキありました。多分今準備してくれてるから、ちょっと一旦待ちます。はい、ということで来ました。まあここ、その焼き豚がやっぱ売りやから、焼き豚っていうイメージがないけど、もう一個名物があって、それがこれ、なめろうの天ぷら。いやねんけど、俺もいまいちピンときてなくて、なめろうを天ぷらにしてるらしい。まあ大葉でくるんであるけどね、ちょっと食べてみよう。なんかなめろうって普通チミチミいく感じやから、これを天ぷらにすると想像できんやけど、まあそっとパッと見分からんな。ちょっとじゃあ半分ぐらいちょっといただきます。うわ、うまっ。待って、初めて食べたけどめっちゃうまい。何これ。待って、これやばい。すごい、周りがサクサクので、大葉でくるんだのに、中マジでなめろう。これ中身なめろうなんよ。外は揚がってるおかげでパリッとするんだけど、ある程度歯入れた瞬間に、歯なくてももう食えるんちゃうっていうぐらい、身がほどけていく。めっちゃくちゃ美味しい。なめろうって天ぷらにしたらこんな美味しいんや。ちょっと待って、これ本当に結構びっくりなんだけど。で、このソースは多分味噌だれないよね。で、それにつけると、なめろうが基本的に多分あっさりしてる方やから、この味噌でグッて締めるやろね。うまっ。この天ぷら、それポン酢とかにつけてもめっちゃ美味しいと思う。来ました、ハラミステーキ380円って値段なんやけど、見たらびっくりする。これ、はい、こちら、ハラミステーキ380円です。すごいよ、あのさ、これだって、まあ、10切れ以上入ってますっていう。俺ハラミめっちゃ好きなんやん。まあ、聞いたことある人にとってはもうしつこいと思うかもしれんけど、それ380円で食べるってすごくない？いただこうか。まあ大根の下っていうから、これ380円ってすごない？いやでもめっちゃ硬いとかありえますよ。めっちゃうまい。ちょっと待って、外ちょっとまあ焼かれてるおかげでパリパリしてないけど、中がマジでレア。めっちゃくちゃうまい。ちょっと待って、やばい、これ
花見好きな人もそうやけど、花見まあ別にあんま食べたことないなみたいな人も、もしここ来て会ったら、マジで頼んどし、めっちゃ美味しい。ちょっともう一回食べるわ。分かった、パリパリしてるのはこのフライドガーリックやわ。すごいさっぱりしてるんやけど、フライドガーリックのおかげですごい力強い味になってます。うまっ、めっちゃ美味しい。堪能してるんやけど、さすがに多分間違いなくランチとかにこの花見ステーキを使った丼やったら頼むレベル。いやちょっと待って、なめろうの天ぷらもハラミのステーキもやけどうますぎてびっくりしている。むちゃくちゃ美味しい。もうあのないねん。だからちょっと一旦1杯目開けます。ちょっともう一回次なめろうの天ぷら行こうかな。いやこれ本当に美味しいわ。でこのハラミもなめろうの天ぷらもなんかすごい雰囲気違うんよ。やねんけどどっちとも美味しいっていうのがすごいよね、このお店。まあ、まだ前半中の前半やけど来てよかったなってすごく思ってます。よし、じゃあ追加でドリンクを返します。2杯目ゴール。うわ、しっかりした味です。追加注文してたのが来たんで紹介します。こちらまずこのネギが乗ってるのが、レバー、そしてこれが、ハツ、心臓ね。であとこれが大腸なので、白です。とりあえずこのなめろうの天ぷらとハラミステーキを食べて思ったけど、多分ここハズレがないお店やと思う。多分これも全部美味しいと思うけど、まあ実食していきましょう。まず最初レバーから。このネギ塩だれっていうのがまたいいよね。あーうまい、ネギ塩ごま油うまい。いや正直さ、俺さそんなに語彙力ないからさ、まあ、うまいとかそういうのしか言ってないけど、ほんまに騙されたと思って Google マップでもいいし食べログでもいいし調べてみて、めっちゃ評価いいから。でもそれがすごい納得できるくらい美味しい。じゃあ次、ハツ、ね、でもさ、まあ、やっぱこの串全部そうやけど120円っていうのがいいよね。全部120円からさ10本食べても1200円かってこの計算しやすいよね。いただきます。でも、うまい。食べ応えしっかりしてる。柔らかい。加熱されすぎて、ちょっとなんかパサつくみたいなとかもないし、めっちゃ美味しいお店やわ。まあ、ここさ、500円でじゃ飲み放題とか、じゃあ洗濯セットありますとか、そういうのではないねんけども、あの全体的にやっぱ安くて美味しくて、ここはね、めちゃくちゃいいお店だと思います。はい、ほら次ね、白。白はタレです。これはね、メニュー曰くコシのある歯ごたえというところで、まあ、歯ごたえがある感じなんですね。酔っ払ってるんやって。あんま語彙力は求めんといて、酔ってるから。いただきます。うまい。ちょっと待って、俺これもう一回おかわりするわ。ちょっと待って、めっちゃ美味しい。あの炭火か、なんか分からないけど、なんか焼いてるおかげでめっちゃ香ばしいんだけど、タレが主張しすぎひんレベルで程よい濃い味付けで、でも基本甘いんよ。で、この甘さと焼かれたことによる香ばしさがめっちゃマッチしてて、むちゃくちゃ美味しい。これいや正直串で言ったらレバーもやし、ハツもやし、まあ、全部美味しいけど、俺個人的には白やばい。めちゃくちゃ美味しい。これぜひ頼んでください。ということでですね、もう有言実行、お借りしちゃった。こちら、はい、安定の白です。ほんまに、いや他も全部美味しかったよ。別に決して全部何かがまずかったとかじゃないけど、白が抜群にうまかった。食べた中で
もうおかわりしちゃった。でも少ないから、あの食べて開けます。ほんまにこのタレの旨味とこの白の食感が鬼絶妙。今ひたすら堪能してる時間ない。うまいわ、うまいわ。ほんまにほんまに心しろ無限に食える。まあいろいろあるから他にも食べたいけど、ほんとに無限に食える。まあちょっとお借りします。追加注文したのは来たね。このめちゃくちゃうまそう。見てくださいこちら、こちらハムチーズカツです。やっぱり僕もねハムカツめっちゃ好きなんで、まあハムチーズカツそんなん何倍あっても困らないですからねっていうのテンションで頼んだんやけど、めっちゃうまそう。じゃあこれもう一回見て。ちょ、チーズのトロトロとはやばない。これトロトロよ、トロントロよ。これ紹介してる最初にもうハイボール来たから、じゃあ一旦このハムチーズカツ食べて飲みます。じゃあちょっと中濃かけます。なんか4切れもあるけど一個一個分厚いんやけど、じゃあこれにちょっとからしつけて。ハムカツとハムカツの中にチーズやから、だからハムカツとハムカツでチーズを挟んでるんよ。これ絶対美味しいやろ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、どうしよう。すんごいチープな声だけどめっちゃ美味しい。やばい。あのさ、じゃあもう一回説明させてもらいたいんですけど、これをハムカツとハムカツの間にチーズを入れて挟まれてるんよ。だから実質ハムカツ8枚入ってきてるんよね。でチーズもめっちゃ分厚いわけよ。やばいわ。めちゃくちゃ美味しかった。チーズ濃厚で、ハムカツも分厚すぎひんから、あのすごい歯切れいいし、なめろうの天ぷら名物って言ったけどこれも名物です、はい、めっちゃ美味しい。いやもうね本当に全部うまかった。もうあっという間に、最後になりました。もうあと残りこんだけのハイボールと、最後こんだけの、ハムカツで終わりだと思います。いやほんまに全部美味しかったと思う。時間が経って、まあ、正直冷めたけど飲んでもサクサク、マジ味の劣化を感じるぐらい美味しい。うまかった。みんな待って食べ飲みしたわ。じゃあ、そろそろお会計していただきたいと思います。それじゃあ、はい、ということで、行ってきましたけども、めちゃくちゃ安かった。めちゃくちゃ一品一品が美味しいのよ。だからあの選別セットとかそのなんかなんちゃらセットみたいなんじゃないけども、全体的に安くてめっちゃ美味しかった。まあGoogle だとかいろんなレビューであのすごいあの好評やったんやけど、その理由がすごいね納得できる、飲み屋でしたね。あのね、まあ焼き豚も美味しいけど、やっぱねハラミステーキもすごかったな。だからまずハラミステーキ頼む上で他の、焼き豚とか、まあ、他の串系を頼むとすごいいろいろ楽しめていいんじゃないかなと思います。阿佐ヶ谷駅すぐ近くなんで、もうすぐ来れるし、まあサクッと飲むでもいいしガッツリ飲むでも、使えるような、お店なんで、よかったら来てみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはめっちゃ好きなお店だった。あの普通にプライベートで人に紹介できるお店だったんで、よかったら来てみてください。以上、なぞかでした。